立ってると腰が痛くなってくるな。そうだ、この間先生が股関節のストレッチすれば腰痛治るって言ってたからストレッチしてみよう。えいえい。あれ、ストレッチしたけど全然良くなんないぞ。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛で悩んでいらっしゃるあなたに腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日の内容っていうのは、立ってる時の腰痛に対して最初に見せたストレッチですね、股関節の筋肉のストレッチをやったけども改善しない人にやってほしい関節ストレッチっていうのをお伝えできればと思います。で、まず大前提として言っておきたいのが、あのストレッチっていうのは当然やって当たり前です。で、なぜなのかっていうと、股関節の筋肉が硬くなってきてしまうと腰痛が出てくるからなんですよね。じゃあ股関節さえね、ちゃんと筋肉を柔らかくすれば腰痛ならないのかっていうと、そうではないです。筋肉じゃなくてシンプルに関節自体に問題があって腰痛が出てる方っていうのもいらっしゃいますので、今日はね、その関節を自分で、ストレッチする方法っていうのをお伝えできればと思います。じゃあどこの関節をやっていくのかっていうと、もうこれはシンプルに股関節をやっていきます。で、じゃあなんで立ってる時の痛みに対、腰痛に対して股関節をやっていかないといけないのかっていう説明をしていきます。はい、立ってる時の腰痛に対して、じゃあなんでここをね、しっかり見ていかないといけないのかっていうと、これ立ってると仮定した時にですね、体重っていうのは当然下ですね、下にこうかかってくるわけじゃないですか。で、そこからですね、床反力って言って下からの跳ね返ってくる力も、人間立ってる以上はですね、働いてくるわけなんですけど、じゃあ股関節ってこう体重がね、下からグーって床反力がかかった時に、このまま太もも上にこういってるかっていうと、そうじゃなくて、こっからですね、こっち方向に向かってその反力っていうのは入ってきます。じゃあこれで何が起きるのかっていうと、関節自体がですね、関節自体がこっち方向ですね、ちょっと分かりにくいですね、こうあったら本来離れとか、ある程度離れとかないといけないところが、ちょっとこうこっち方向にクッて持っていかれてしまうんですよ、こういう感じで。はい、じゃあこういうことが起きると何が起きるのかっていうと、股関節自体の筋肉も硬くなってきてしまって、その分ですね、腰が頑張って動かないといけなくなってきますし、あとはですね、座骨神経と関係している筋肉が硬くなってきてしまって、立ってると座骨神経痛が出てくるっていうことが起きてきます。だから、お尻のストレッチとか内転筋のストレッチっていうのをするのは全然間違いではないんだけども、シンプルにもここ自体がこういう風にクッてなってるのであれば、これをね、引っ張り出してあげることっていうのもしていかないといけませんので、それをね、今から実際にお伝えできればと思います。はい、ではやり方を説明していこうと思うんですけども、まずはですね、痛くない方ですね、左腰が痛ければ右側、右腰が痛ければ左側の足をこのように曲げてください。今回は左足が痛いっていうのを、ごめんなさい、左腰が痛い、あるいは左足が痛いっていうのを仮定してやっていきます。その場合は右足をこのように曲げていただきたいんですけども、この曲げる角度ですね、この曲げる角度っていうのは、この辺でいうよりはもっと上の方ですね、できれば太ももの上の方ですね、こういう下のところにしないでいいです。ここにこの裏っていうのを、この太ももの内側にこうくっつけた状態ですね、この状態でまずスタート張ります。で、この状態を作ることができたら、こっちの足はこっちですね、ぐーっとこっちに蹴るような感じで力を加えてください。それと同時に反対のこっち足っていうのはこっち側ですね、こっち側なので、この力とこっちのこの力が拮抗し合うような感じでやっていきます。で、この力が拮抗し合うと関節が詰まっているのが離れる方向に持っていけますので、その状態で30秒ストレッチをやっていきます。もう一回やり方を説明していくと、痛くない方の足をこのように曲げてもらって、できるだけ上ですね、上のところでスタンバります。で、この状態でこっち側とこっち側両方ともで力を拮抗し合ってください。はい、拮抗し合うことができたら、この状態で30秒深呼吸をしていきます。
では実際にやっていきましょう。実際に施術をするときは牽引ですね、下に引っ張る力が本当はあった方が一番効果的なので、施術のときはそういうふうにするんですけども、やっぱ自分一人だとその引っ張るってことができなかったりとかしますので、まあ、それができない方はこういうやり方でいいかなと思います。余裕がある人はですね、足を台の端っこの方に引っ掛けた状態で何かで掴んで股関節を伸ばしながらやってみるのも一つ手かなと思います。でもまずはこれでいいかなと思いますので、これでやってあげてください。はい、30秒経ちました。お疲れ様です。でね、今やった方、僕は左をやってあげたんですけど、やった方がね、なんかこう軽くなるというか、ちゃんとねこう立ててるなっていう感じがすると思います、やってない方と比べると。はい、これがですね、股関節がクッてなってしまっているのをちゃんと引き離せた、証拠になってきますので、まあ、痛い側っていうのをですね、今のストレッチやっていただければと思います。まあ、真ん中が痛い方は、まあ、両方ともやっていただければと思います。はい、なので、股関節のストレッチですね、まあ、巷にいっぱいあると思うんですけれども、まあ、あれはあれでとても大事です。で、絶対やらないといけない、ストレッチになってくるんですけど、筋肉だけじゃなくてシンプルに関節に問題があるケースも中にはいらっしゃいます。でさっき言ったようにこういう風に近づいてしまってると股関節の筋肉が硬くなってきてしまった結果、腰に負担がかかりやすくなりますし、あとは座骨神経の筋肉っていうのも、固まってしまって座骨神経痛を出すことっていうのがよくありますので、まあ、立ってる腰痛に対して筋肉をストレッチしてみたけど改善しない人っていうのはぜひですね、今のストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、今日の内容良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとコメントがあるとものすごく嬉しいのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。